それでは今から池袋ホットアイスに行きたいと思います。ここのスクランブル交差点を左に曲がりたいと思います。東京芸術劇場とメガネ屋の間を歩いていきます。はい、左手にエソラが見えてきましたね。メトロポリタンプラザ、まだまっすぐです。ホテルメトロポリタンが出てきます。信号を渡ります。ただ道なりに歩くだけでございます。簡単ですね。しばらく歩いてますと目の前にすき家が出てきます。すき家方面に渡ります。そして右に曲がりますと、じゃじゃーん、池袋ホットアイス到着です。ということでお越しをお待ちしております。